イエーイ。来い、ジンブリッタ。出かける前に髪のアイロンして、ちゃんと消して出かけてるけど、なんかアイロン消したかな、消したけど大丈夫かなって考えれば考えるほど怖なったりする。あと火元とか特に、はい、こたつとか、あんまその一日楽しくなくなるの。おはようございます。夜の人はないです。お願いします。うん、待ってたでちゃんと。今日はですね、4年ぐらい一緒におるから、コウ君のことなら全部分かって、当然分からんかったらこれで頭フルスイング。最後にはケツタイキック、コウ君の問題。今回は僕のことをイチエちゃんに質問します。それで分からんかったら、まあ一切痛くないんで大丈夫なんですけど、で一応炎上しないためにこれかぶらしました、はい、一切痛くないですよこれ。これいくらが流れても痛ないんですけど、今日あの絵面のためにこれかぶらさせていただきました。痛くないけど余計にもっと痛くないようにさせていただきましたね。炎上だけは、炎上だけは、炎上だけは。めいちえのことを叩いたことないんですけど、まあこれでちょっと日頃の恨み晴らしていこうかなと思います。そうだ、こっちの方がいいか。うれ、おぉ、髪の毛どんだけ広い。お前ヘルメットかぶってんけ。第1問、俺はイチエのことどれくらい好きでしょうか。じゃあこれどういうことってなるよみんな。これはリンクがないってこと。ピョンピョンピョン。はぁ、好きな動物は。はいはい先生どうぞ。生徒、猫。猫やねんけど、猫以外でしょうか。動物ってなんかもっとちょっとちゃうくない。ライオン、ライオン、そう、そういうことやん。ライオン違うから一応叩いてるけどそう、ちょっとちゃうやん。猫って動物やん。いや、そういうこと言ってんだよね。これ高いな。正解は、狼でした。猫と一緒やん。ちゃうよ。猫と一緒やん。絶対ちゃうやん。もう、ああいう気は全部猫。四本足で猫かやん。四本足基本猫かやからな。ゾウ、あれ完全に猫かやん。キリンはあれはちょっと特殊な猫かやん。聞こえてと四本足基本猫かやからみんな、なんか知らんけど割と猫か多いから。まさかだと思うんだけどさ、犬は、犬は犬犬は犬、犬が猫しかおらん。こない次行って次の問題で、俺が目指していた、やってみたかった職業は。芸人。ブブーン。やめな。教師でした。無理やろこいつに。バラかすぜ。猫飼って大体みんなバラかす。お前もうってお前一回授業してみて。もうどんな生徒でも相手するの。不良生徒ってタバコとかで。おーい、今転校や。おーい、見たぞ。何がシャボン玉か今の。先生には煙に見えたの。俺お前嫌いやねん。先生は好きな、お前が嫌いでも。いやもうそういうとこうざいねん、猫かいし。ちょ、ってお前マジで全部お前に笑い取っていかれるやん。授業中寝てるやつでしょ。授業中寝てる。おーい遠藤、おーい遠藤、起きろ。おーい遠藤、おーい遠藤、起きろ。それっすか。全然先生ちゃうよ。ほか授業中ずっと後ろ向いてるやつ、こうやって一番壁の背も、おーい遠藤喋るな。おーい先生の授業もんないんか遠藤。おーい遠藤喋るな。おーい遠藤、おい成績下げんぞ。おい遠藤、帰るか、廊下なってるか。おい遠藤、おいそれしか言わない。おい遠藤、おい遠藤。こういう先生になりたかった。あれもしたい。あれ給食品盗まれた時のやつやらしい。オッケー。まあ別にそんな深刻ならんで大丈夫やねん。別に犯人探しとかをするつもりはないやけど。エンド、今ちょっと失礼しよう。エンド、失礼しよう。あのな、給食費毎月集めてるやんか、みんなからね。それはまあみんなは今働かれへんから親御さんに出してもらってるお金やと思うんやけど、その集めてる給食費がなくなりました。先生は誰かは知ってる、答えは知ってる、誰が取ったかっていうのはな。別に怒るつもりはない。別に犯人探しするわけじゃないけど、正直本人から出てきてほしい。本人から名乗ってほしい。取ってしまいました。それなんでかって言ったら、
今後もしてしまう可能性があるから、このまま隠してしまうとな。だから正直に名乗り出てきてほしい。痛みに伏せてくれ。この中でエンド下向けちゃんとしろ。この中で給食費取った人は静かに手挙げて、エンド手下ろして。つい先生ちゃうやん、見たよ。これなんか千鳥のやつなんかやってるな、これ。千鳥のまず見たの。絶対名前なくったあかんのに。なんか千鳥のやつなもっと面白かった。しかもエンドって誰やねん。お前やエンドは。っていうぐらいね、っていうぐらい先生したかったとした。今月の俺の月収はいくらでしょう。こんだけも500万ぐらいあるやん。そんなあるかお前。そんなあるかお前。ゆきちはたくさん、うん、まあゆきちとは仲良くしていきたいと思ってるからな。虫の分厚さで言うて、大クワガタぐらい。大クワガタの分厚さってことやな。セブタ。大クワガタの分厚さぐらいあります。大クワガタってどれぐらいなの。それ言うとだいぶ誤解読むねんけど。まあそんなないよ全然。もう分かってると思うけど、俺んちボロアパートやから、俺らのキッチンとか見たやろ。火通ってへんねんで。火ないねんって俺んち。どんだけ貧乏やねん。ごめんな、こんなにすまし。そんなもらってないけど、大クワガタぐらいって言うんだっけ。そう、大クワガタ。大クワガタぐらいね。どうしよう、こんなんやったら。大金持ちは思われるやん、俺こんなんやったら。家賃はいくらでしょう。35,000。ピンポーン。35,000です。激安です。部屋は10畳、6畳、6畳。あんまり良くはないですよ。けど、とりあえず広い部屋にした。誕生日は ?1 月17。俺が大好きな飲み物は水。安曇野水でした。天然水飲んでるやん。天然水飲んでるやん。これ安曇野水なかったよ。安曇野全然好きじゃん。安曇野水がええねんけど、なかったから天然水買ったんだよ。そう好きやん。ほんまほんま。最近俺が考えていることは、ええブー、シンキングタイムが長すぎるためブー。ああ、正解はファンの名称でした。名称って何。いや、フィッシャーズさんのファンやったら魚谷とかね。うーん、俺らのやつ何する。夜の人笑いファン。うわー、そのままや、ひねりなし。猫が。これどうですかとか、ちょっとコメント欄で書いてくれますか。うん、それ採用する可能性も全然ありますので。ありますよ。ぜひお願いします。お願いします。はい、じゃあもうラストぐらい行こうかな。これを外したら一恵のケツをこれでフルスイングしたいと思います。俺は一恵のどこに惚れたでしょうか。うんこ行ってきます。なんで。すみません。我慢できたよ。無理です、無理です。もうやっぱ猫がや、お前。はい、どうでした。わかりました。うんこいたらね、考えてみました。鼻ほじらして。俺らなんなんマジで。ちょっと真面目にやろうぜ。もうちょっとだけ真面目にやろうぜ。いや、ごめん、私どうぞ。一恵のアホさに惚れた。ブー。何、一個じゃあかん。何個もあります。そんな知らんわ、言えよ。一恵の口、一恵のさらすなや今。てのアホさ、俺への愛へのストイックさね。まだあるでいっぱい。かわいいとこ。こっち今探せんで、えぐない。大丈夫、カットするからすぐ出てきたみたいになってるから。カットしたからすぐ出てくるみたいになってるわって、前裏で言っとった。カット。ああ喋り方が俺のタイプのぴったしだったと思うね。赤ちゃんみたいな。もう赤ちゃん生まれたら、もうどっちかわいがっていいか分からへんな、俺は。全然。もう赤ちゃんも寝たらもうどうしようかなと思ったら、もう一恵可愛かったりし、一恵寝たら思ったら赤ちゃん可愛かったりし、両方とも寝たら起こすから。おぎらー、起きろー、起きろー、どっちが寝たら起きろ、今やろ。はい、結末開始いきまーす。怖い。そんな痛くしませんよ。もし女の子だ。お尻な、絶対。他のとこやったらもうマジで縛ってんの。やっぱこれちょっとお尻巻いてあげる。これ巻いてあげてますんでね。来い、ジムリッター。行きます。絶対痛ない。そうやろ。怖くて、あーって声は出るけど一切痛ないやろ。全然痛ない。俺もやられた時びっくりするほど痛なかったもん。はい、次、交代。なんで、なんで交代って。交代や。なんでなんでよ。あ、炎上するかもしれない。交代しとこう。ねえ。
ということで、終わりたいと思います。疲れた。この動画がいいなーと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、アイボタンお願いします。ファンの名称なんかね、ちょっとかんあのコメント欄に書いていただけたらお願いします。では、バイビー。バイビー。バイバイ。バイバイ。おやすみ。